はい、どうもスタジです。今回の動画なんですけど、今回の動画は僕の飼育している卵蛇のうずちゃん、この子のねケージを掃除していこうかなと思います。めちゃくちゃね簡単な動画なんですけど、まあ、久しぶりのうずちゃん登場ということで、よかったら最後まで見ていってください。それでは見ていきましょう。どうぞ。はい、ということで今映ってるのが僕の飼育している卵蛇の飼育ケージですね。じゃあ早速開けていきましょう。オープン。はい、ちょっと見えてますね。わかります。ここにいるのが僕の飼育している卵蛇のうずちゃんです。ちょっとね取り出してみましょうか。今回はねこの床材を全部交換したいので、一旦用品も出して全部洗っていきましょう。よいしょ。はい、それではこちら、おいで。はい、この子が卵蛇のうずちゃんですね。ただいまこの子絶賛拒食中で、2、3ヶ月ぐらいかな、ご飯を一切口にしていません。ちょっと待って、ちょっと待って。いやね、顔が可愛いんだけど顔を見せてくれないかな。よっ、見えますか？ちょっとだけ。ダメだ、動きが。おっと。はい、どうしてもね、おとなしくハンドリングさせてくれなかったので、こんな感じで撮影しましょう。で、まあ、今からね、この床材を全部交換したいので、この子を一旦別の容器に移そうかなと思います。はい、こちらのプラケースに一旦避難してもらおうかなと思います。はい、うずちゃんちょっとごめんね、ここにいてくれる？はい、こんな感じでしばらく待っててもらいましょうね、うずちゃん。このね、卵蛇のこの背中側、触り心地が硬くてね、他の蛇にはない質感でめちゃくちゃいい感じなんですよね。あんまり触ると怒られますけど。じゃあちょっと待っててくださいね。はい、ということで、ケージをね、ケースかをしっかり洗ってきたので、ちょっとね水分を取って、こちらに床材をセットしていきます。はい、使用していく床材はこちらのハスクチップ、ヤシ殻ですね。こちらのヤシ殻を使っていきます。うえ。で、この子はね、お迎え当初は、まあ、メンテナンスが楽なペットシーツで、ペットシーツとかね、キッチンペーパーで飼育してたんですけど、ものすごくね潜るんですよ。すぐ潜っちゃって、意味がペットシーツとかね床材の意味がなくなっちゃってたんで、もうねそれならヤシ殻にしてやろうということで、ヤシ殻にしてます。こんなもんかな。結構潜るんでね、ある程度の深さは用意してあげましょう。で、こちらの水入れもセットして、まあ実際あまり水を飲んでるところは見たことがないんですけど、まあきっと飼い主に内緒で飲んでるんでしょう。で、お水入れて、こちらドクロ型のシェルターなのかな、こ
これを置いておきます。これもね正直あまり使ってくれませんけど置いていきます。卵ヘビはねめちゃくちゃ可愛い感じなのに、レイアウトはねいかついっていうねギャップ萌えを狙ったレイアウトになっております。それじゃあねこちらにこの子入れていきましょう。ちょっとごめんよ、ちょっとごめんね。聞こえました？卵ヘビってこの背中の部分がの鱗がねめちゃくちゃザラザラしていて、これをね互いに擦り合わせてザーザーという音を出して威嚇してきます。なので今激おこです。いいかい？ちょっとごめんね。本当はねこのザーって音をねもっと聞かせたいんですけど、それはねイコールこの子が嫌がっている状態なので、またの機会にしましょう。いつかね聞けるといいですね。よくないか、怒ってるし。はい、ということでこんな感じでうずちゃんのメンテナンスは終わりです。どうかな、新しくなったヤシ柄。いやほんと可愛いよね。いいねこのドクロとうずちゃんの可愛い顔がギャップですね。いや卵ヘビめちゃくちゃ可愛くないですか？あ、いいよ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 、いいね。新しくなった床材に少し困惑してますね。このついでにねスイッチが入って餌を食べてくれればいいんですけど、いつになったら巨食が開けるのかな。かわいい。脱皮前かな、脱皮前かな、ちょっと目が曇っているような気もしなくもなくもない。またねこの子が巨食を開けたらご飯を食べる様子とか動画にしていきたいと思いますので、気長に待っていてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ほら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 、潜ってった潜ってった。かわいいね。最後までご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。また他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。